直近で見たら、まあ、どこまで推しが入るのかっていうところをちょっとそろそろ見とった方がいい場面ではあるんで、そうなると、まあ、単純に考えるとこういうところとかですね、この直近のこの高値、この推しのこの高値ですね、ここまで、まあ、推しが入ってきて上昇っていうのも十分考えられるかなと思います。で、これ1時間足なんですけど、1時間足で今、こう切り上げラインをですね、こう引いているんですね。で、この切り上げラインにもうちょっとしたらタッチしそうなんですけど、ここでの攻防をちょっと見たいところではあるんですね。ここまでの押しっていうのは十分考えられますけど、ここまで行かずに、案外こういう切り上げラインとか意識されて、また上昇っていうこともありますんで、ってなると、また引くことはできないかなって探してみるってことですね。で、今回の場合は15分足で、こことここが結べるっていうことなんで、こう引いてあげてるってことですね。というわけで、この2つのラインは注目すべきかなと思います。で、こっちのラインが意識された場合も一緒で、タッチする、で、上上がってくる。で、こう切り下げライン、こう引いてるから、ここも抜いてきて、リテストかかってきた、こういう交差点とかですね。結構こういうところにリテストかかってくれたら結構厚かったりするんで、そういうところからの買いエントリー。っていうのはやってもいいのかなって思います。仮にこっちのラインも抜けてしまった場合っていうのは、これ今1時間足なんですけど、この高値ですね。こういうとこまで下がってくる可能性あるんで、このライン抜けたら、むしろここまで押しがかかってくる売りを、むしろ考えた方がいいかなと思いますね。この押しが作られる、この押しに対する売りエントリーでここまで取るって感じですね。そういうシナリオを立ててもいいのかなって思います。で、次ユーロドルいきます。で、ユーロドルは昨日ですね、ここでね、まずこの下落に対して戻しが入ってきて、でもう一回下落したんだけども、すぐこう戻しが入ってきたんで、限りなくもう下落の勢いっていうのはちょっともう収まったのかなって思ってたんですけど、案外まだまだ続きそうっていう感じで、ここの安値をこう抜いてきてるんでね。というわけで、どこまで下がってくるのかっていうのが注目ではあるんですけども、で、今現状にまた下落っていうのもありますから、ここら辺での攻防も見とった方がいいなと思います。売りで狙う場合ですね、一番いいのはですね、いいのは、ここの、安値とこのチャンネルのこの上のラインですね、この交差点までリテストを買ってきたところで売って、で再度この下のこのチャンネルですねにタッチするところまで、こうそこまでを取るっていう売りエントリーが理想的ではあるんですけど、このチャンネルの下の下限のラインですね、この下のラインにタッチするまでに、このラインですね、このライン、これ、このラインっていうのが、ずっと引いてるんですけど、この切り下げラインをこう並行して、こことここに当ててやったこのラインなんですけど、案外こういうところでも結構意識されてるので、それが4時間足で見るとこれになりますね、このライン。なんで、
こっちのこのチャンネルに到達する前に、このラインにタッチして反発するっていうこともありますから、そこら辺の攻防もちゃんと見とった方がいいですね。で、まあ、今、フィボナッチをここからここまでこう逆当てしてるんですけど、まあ、150%までは到達しているという状態で、まあ、161.8%までね、下がってくるっていうことは、よくあるというか、僕が一番、結構、好きな数字というか、一番意識されやすいなっていうのが、結構、今までの経験上、ある数値なので、161.8っていうのが。なので、まあ、ここから戻し入って、もう一回下落した場合、161.8までもう一回来るっていう、そういうことも、結構視野に入れてます。まあ、でも今回の場合は、仮にもう一回下がった場合はですね、元で、で、この窓を、これヒゲでは埋めてますけど、実体では埋めてないんで、僕は前の、以前の動画とかでも言ってると思うんですけど、ヒゲだけじゃなくて、実体で埋めるまではちょっと様子見た方がいいっていうことは、まあ、以前から言ってると思うんで、まあ、まさに今そういう状況なんですね。ヒゲでしか埋めてきてないんで、とりあえず実体で埋めてくるまでは待った方がいいですね。で、ドル円と違うのが、これ直近のこの高値がですね、ドル円の場合は、まあ、値幅がこうあるわけですね。こんだけ。だから、こう、とりあえずこの上昇に対しての押しを待った方がいいっていう説明をさっきしたと思うんですけど、このユーロ円の場合は、もうこの高値にもこれ来ちゃってるっていうのがありますから、この戻し、あの、押しがね。だから、まあ、そう考えると、この戻、あの、押しを待つことなく、もうすぐに買っていってもいいっていう状態かなとは思うんですね。だから今日はドル円よりも、ユーロ円の方がどっちかって言ったら、直近で、今すぐで考えるなら、買いで狙いやすい通貨ペアかなと思います。で、これ今4時間足なんですけど、ユーロ円の、ここからここまで、フィボナッチリトレースメントをこれ逆当てしてるんですけど、逆当てした時に、これ138.2ですね。これ、この値がですね、この値のラインが、こっちのこの下落の波の、この戻しですね。この戻しのこの陽線の、まあ、上ヒゲですね。まあ、要はこの戻しの高値ってことですね。付近にこの138.2の、レートが来ているっていう感じなんで、まあ、ユーロ円で言ったら138.2のここのあたりまで上昇してきても、まあおかしくはないのかなっていう感じはしますね。で、今こういうふうに、